皆様ごきげんよう。マスコミミル放送局へようこそ。いやあ、皆様お久しぶりでございます。なんと前の港を出てから約2週間ほど経ってしまいましたが、やっと新しい港に到着することができました。やったやった、嬉しい、嬉しいよ。はい、ということで、前回でも少しご紹介しましたが、この島がどういう島なのか、そしてこの港がどんな港なのか、また少し説明していこうかなと思います。まずはですね、この島は火山でできております。そのためですね、工業用の鉄鉱石だとか、あとは宝飾用の宝石になるような鉱物みたいなものがよく取れるので、こちらの港ではそれを特産品として扱っているみたいです。そのためですね、こちらの港には炭鉱に働きに来る方、あるいは資材について貿易している方々が来たりだとか、商人が集まってきたりだとか、あとはその特産品の宝石とか求めて観光客が足を運びに来たりするみたいです。こちらの港、フロアが全部で5つありまして、1階が水上の船が泊まる場所、2階がメインのフロアで、先ほど言いました観光客あるいはその貿易する人たちみんなが利用するような施設が集まっています。3階から上がですね、私のような空を飛ぶ船で来ている方々が船を泊める場所となっております。それでこの港にはですね、ホテルが2つありまして、1つ目は観光客に向けた高級志向なホテル、そしてもう1個が商人の方とか、あとは観光に働きに来ている方々が利用するような、素泊まりできるような価格を抑えている安いホテル、この2つがありました。私はしばらく長い期間ここにいようと思いますので、あとお金がないっていうのもありまして、安い方のホテルに先ほどチェックインしてきました。それでは日は傾いてきましたが、私の心の中の太陽は今昇り始めたばかりでございます。早速ですが、メインフロアの方に行きましてね、いろいろこの港を探検しに行きたいと思います。あ、一つ私あれやりたいんですよ。ジャンプするとシーンが変わって瞬間移動してる、あれやってみたいんですよ。やっていいですか？やっちゃいますよ。それではモスポーズさん、メインフロアへいざ入館。ということで、こちら2階のメインフロアとなっております。それではですね、このメインフロアにある各施設を紹介していきたいと思います。それでは早速行っちゃいましょうか。 Here we go。 まずはこちらのお店、こちらはですね、この港唯一のバーになります。そう、バーですよ、バー。どうでしょう、なかなかおしゃれな雰囲気があるような気がします。私めちゃくちゃ楽しみにしているんです。後ほどまだ伺おうかなと考えております。それではお隣のお店に行きましょう。お次はこちらの建物になります。こちらはですね、この港唯一のレストランとなっております。非常に個性的なカラーリングをしているようなお店になっていますね。やはりメインの料理はお魚系のものが多いみたいです。いや、もうね、非常に私楽しみにしております。ご数日お世話になると思いますので、また後ほど伺うかと思います。それではまたお隣の施設行きましょう。はい、次はこちらの施設になります。この荘厳な建物のお店はですね、この港一番の目玉、宝石を扱っているお店でございます。そう、この島のありとあらゆる宝石がですね、このお店には集まってくるわけです。そんな変なこととか考えてませんよ、大丈夫です。またね、建築のデザインもなかなかオーシャンティーな感じじゃないでしょうか。また後ほどですけれども、こちらのお店で綺麗なお宝があるかを見てみたいと考えております。それではお隣のお店に行きましょう。はっ、お次はこちらのお店。こちらはですね、先ほどと同じ宝石店なんですけれども、先ほどのお店はいわゆる硬派なブランドとして、例えばエンポリオ・アルマーニのようなハイクラスを目指したブランドになっておりますが、こちらのお店はアルマーニエクスチェンジのようにもう少し価格を抑えて、なおかつカジュアルに、そして皆さんがお求めしやすいようにというスタイルを目指した宝石店となっております。そのため先ほどの建物に比べては割と現代的な建物のデザインに寄せていると思われます。それではまた隣の施設に行きましょう。
はい、お次はこちらの建物、ちょっと建物が大きすぎて画角に収まらなかったんですけれども、こちらはですね、いわゆる貿易センターのようなもので、輸出入に関することだとか、あとは貿易でどういうものを扱うか、あるいはそういう書類に関して、またはですね、実際に物を置いたりする倉庫、さまざまなことを一つの場所で管理してくれているようです。なので、まあ、こちらは観光客というよりかは、ここで働いている方々だとか、貿易に関することをやっている商人の方々が利用する建物になっていると考えられます。それでは隣の建物に行きましょう。さて、こちらの施設は公衆浴場となっております。ここは火山の島がゆえにですね、なんと非常に質の高い温泉が出るそうです。その温泉を引っ張ってきて、こちらの方で皆さんが楽しめるようになっているみたいなので、ぜひともですね、1日が終わったらここで疲れを取っていきたいと考えています。毎日というか、もう永遠と入っていたいぐらい温泉好きなので、非常に今から楽しみにしております。それでは、最後の施設行ってみましょう。はい、その前にですね、1階の方も紹介したいと思います。まず、ここ1階はですね、水上の船が停泊する場所となっております。で、あちら奥大きく見える扉はですね、あの奥にさらにまだ、道が続いていて、先に進むといわゆる集荷場、そしてコンテナを積む場所、荷物を下ろす場所、あとは直接炭鉱へ資源を届けるような船が入れる道があったりと、まあ、いわゆる商業船が入っていくような場所になっていて、あの扉より奥に行ける船は、こちらの港で許可が出ている船のみになっております。で、あちら上の方、緑の建物、あそこの下から実は監視塔みたいなものが伸びていまして、でそこから従業員の方が光で合図を出して、それぞれの船に指示を出すというのがこちらのやり方みたいです。あ、ここのフロア水位によってちゃんと上下に動くようになっていまして、で、あの扉もですね、もし水位が高くなった時に水圧で開かないように見えますが、実はあの扉、あそこより下は柵になっていて、ちゃんと水位関係なく開くようになっているみたいです。で、私の裏、こちら上ですね、ところはいわゆる船に乗ってきた人たちが降りて休憩できるスペース、そしてそのままエレベーターで2階の方に上がれるというふうになっている待合室みたいなものらしいです。まあ、それにしてもあれですね、全然他の船が見当たらないですよ。この時間港はあんまり活発に動かないんですかね。まあ、それはそれとして、では次に参りましょうか。ほい。はい、ということで最後の施設になりますが、こちらはいわゆる役所でございます。長期滞在届、あるいは貿易以外の例えば商品に関することだとか、さまざまな書類手続き、その他もろもろ全てを取りまとめている、いわゆるこの港を管理している建物となります。そしてこちら、とても大きい扉、こちらの役所で許可証をもらった労働者の方々、あるいは商人の方々がこちらの扉入ることができまして、こちらの奥にはですね、炭鉱の入り口があったり、あるいは宝石など、あとは鉱物などの商品の競りが行われたり、いわゆる商業に関する施設がこちらの奥にございます。実はですね、この港にしばらく長く滞在するんですが、それの理由の一個が出稼ぎに来たんですね。やはり船の旅っていうのはお金がかかりますので、それのためのね、お小遣い稼ぎということで、まあ、しばらくはこちらにお世話になるかと思います。なのでこちらの役所の方でこれから長期滞在届、そして労働許可証、その他諸々の書類提出していろいろもらってきます。それでは行ってまいります。それでは早速書類を出しに行きたいと思います。なんか閉まってるみたいですね。閉まってます。ちょっと、役所が閉まっている意味がよくわからなかったので、こちらの港の警備をやっている警備隊がいる建物にやってきました。ちょっとお話を聞いてきます。あ、すいません、私空飛ぶ船で旅をしているモスコミュルというんですけれども、先ほどですね、役所に寄ったんですけれども、閉まっていたんですよ。で、それが何でなのかなって思いまして。ああ、はい、はい、なるほど。え、
はい。なんと実は本日こちらの港の定休日だそうです。いや、まさか港に定休日があるとは思いませんでした。通りでメインフロアなのに人が全くいないなぁと、お店の明かりがついてないなぁと思いましたが、そんなことってあるんですね。まあしょうがないです。実は私が2週間船の上で過ごしていた時はですね、食料がギリギリだったもので、毎日ほぼ同じ缶詰を食べていたんですけれども、この港でね、美味しい食べ物が食べられるかなと思っていたんですが、今日はお預けでございます。私が、船があるにもかかわらずホテルを取った理由は、メインフロアから船に来るよりもメインフロアからホテルの方が近いので、例えばバーに行ってたくさん飲んでしまってもすぐに戻れるようにという思いで借りたんですけれども、本日はそれができないということでございますね。まあベッドの調子を確かめるという意味でホテルに泊まりましょう。さて次回の動画ですけれども、もう少しこの港を探検するかもしれませんし、面白い人からお話を聞けたら、そのお話を皆さんにもお伝えしたいなと考えております。それではですね、今回のところはこれで勘弁してください。それでは皆様、ぎげんよう。ここで終わらないのがモスコミュール放送局でございます。本日ですね、全巻休巻ということで誠に遺憾なんですけれども、その腹いせにこちらの世界をコピーして皆様にお届けしようと思います。 MMD モデルの配布でございます。ダウンロードリンクは動画説明欄下に記載していますので、皆さんそちらの方から手に入れていただければと思います。それでは本当の本当に、これでモスコミュール放送局第4回放送終わります。それでは皆さん、ごきげんよう。